米国のボクシング専門メディアボクシングシーン .com は27日、日本時間28日、WBA&IBF 世界スーパーバンタム級、55、3キロ以下、統一王者マーロン・タパレス、フィリピンが WBC&WBO 世界同級新統一王者、井上直也、大橋の攻略に自信を見せた。タパレスは来日して、25日、東京、 有明ア,ア,アリーナで行われた WBC&WBO 世界同級統一王者スティーブン・フルトン、米国、井上のタイトルマッチを観戦。井上が21戦無敗だったフルトンを8回 TKO で破った試合後、リングに上がって直接対戦を要求。井上も、今年中に2つのベルトをかけて戦いましょう、と応じた。同メディアでは、 現時点でで12月に日本での対戦がタパレスは、井上と戦いたい、自分がチャンピオンであることを証明したい、と自信を見せた。タパレスの共同プロモーターであるサンマンプロモーションズの JC マナン・キル氏によれば、井上タパレス戦の実現はほぼ確実だという。契約は MP プロモーションのショーン・ギボンズ社長と大橋プロモーションとの間で調整される。 マナンキル氏によれば、タパレスは井上を、とてもいいボクサーだ、とと評価しているが、井上の欠点にも気づいている、という。マナンキル氏は、我々は井上攻略に自信を持っている、と話した。